ぶっちゃけ話とか。何出したの？クジャク？クジャク？どれですかそれ。選手出た時多分もう全部砂漠でしたよね。そうです。ほぼ何もなかったです。ほぼです。だんだん出来上がっていくっていうのを見てきたのね。今日建設に入っていると思う。で、次フライトから戻ってきたら建設が終わってるとかね。もうビルが建ってる。建ってるみたいな。私がずっとお世話になってたエアラインスクールの先生にお越しいただいているので、ちょっとお話を聞こうと思います。こんにちは、はじめまして。先生は東京に住まれてて、スクールされてるんですけど、はい、私ずっと大阪にいたんで、オンラインで、スカイプで。そうですね。懐かしいね。そうなんですよ。ちょっとよく皆さんにいただく質問の中で、私がなかなか答えれない質問とかを先生に聞いていこうと思います。はい、かしこまりました。よくスクールって行った方がいいですかっていう質問も。スクールって、まあもちろん私は今スクールやってるので、いいですよっていうふうに言うの、まあ当然っては当然なんですけど、必要でない場合もあるかもしれません。何を求めるかなっていうところだと思うのね。実際試験のこう分析をされてるから、情報があったりとか、シミュレーションができる場所だと思うんですよ。だからそういったところで活用する場なのかなと思うので、スクールに行かないからといって受からないわけではないと私は思います。逆に、教育職に染まってしまうみたいなこともある。その方の良さっていうのがやっぱり出るのがとても大切だと思うので、やっぱりご自身と合うというか、マッチすると、そういったところのスクールだったら私はいいのかなと思います、うん、先生にはすごいいろんな違う外資のAIのセットを見ていただいたんだけど、先生から見て外資っぽいなとか、この子日系向いてるなっていうのは何かありますか？難しいんですけど、誰でもどこでも入っていけるっていうところを目指していきたいんですが、英語がやっぱりあんまり得意でない方っていうのは、やはり国内が優先されるっていう場合があると思います。考え方ですけども、保守的なところっていうのはどちらかというと日系の方が近い部分ってあるのかなって思います。合う合わないっていうところかな。でも千佳さんも働いてみて、実際に合う合わないって実際入ってみて合ってたなっていうふうに。中東でもね、まあ3社の会社によってやっぱりカラーっていう場所があるからね、そこも見ながらこうやってる部分私もあるんですけども、その時のやっぱ時勢に沿った形で受けられるところは受けさせていただくなって形。先生の紹介忘れてたんですけど、すみません、なんかもう忘れちゃいました。じゃあなんか言って。すみません、松田先生はエミレーツ航空で初めて日本人のパーサーをされてて、13年間そうですね、約13年間取られてて、リクルートはね、エミレーツ時代でやってたんですけど、日本の採用試験にリクルーターの子たちと一緒に来てたんですよね。エミレーツを辞めた後は違う仕事もしたんですけども、クルーになりたいという方にこうサポートをする、そういったスクールを立ち上げてというのを従事して、今年で10年になります。特になんかそのエミレーツで受かってる人とか働いてる人にどんな特徴の人が多いですかとか聞かれるんですけど、これは特徴、ナイーブすぎる方ってちょっと難しいのかなって思います。その面接官の方もいろんな国籍の方いらっしゃるんですけども、ストレートに物事を言ったり、ストレートな表現の方非常に多いから、それは彼らのそういう文化です、本当そういう、ね、そういう意味でうちの生徒さんで、千佳さんも含めてですけど、皆さん分かってらっしゃる方は非常にタフです。ラフっていい意味で強いっていうか、本当にどういう時でも崩れたりはしない方が多いかなって思うことがあると思います。私も働いてても自分をすごい持てる方が多い。それは絶対あると思います。特にエミレーツはやはり国籍が多分、うん、一番多いんじゃないですか、まあ。そういう意味においては自分軸っていうのは絶対必要になってくるかなと思いますね。それがエミレーツの良さでもあります、うん。そうそうそう、本当ね。あるし、ちょっとファイティングモードのところはあるんですけども、そういうところもこう楽しめちゃうぐらいじゃないと、うん、そこの社会で生きていけないかなっていうところはありますよね。他にも。それとか、あと外資の中でも、アジアと中東とかで結構面接内容も違うんです。
違います、うん、台湾系、あとシンガポール、うん、まあ、マレーシアも結構内々で試験はありましたけど、うん、そういったところも違うし、いろいろとアジアも試験が異なってくると、うん、中東もやはりそのエミレーツ、エティハド、カタール、サーシャあると思うんですけど、うん、試験違うんですよ。ただ質問量が多いのはやっぱ中東、中東結構お話しますよね、うん、日本語がないのが中東です。それ以外は必ず日本語というチェックはどこかで入るっていうところはあると思います。もうちょっと英語での会話をして、うん、アジアの会話が少し日本語が入ってくるので、日本人的な要素を求めているというところかな。同じ外資の中でもちょっと求められていること、違いますよね。アジア系の航空会社、欧州の会社も、やっぱり日本人のお客様、日本製に置いてっていうことが、やはり重きを置いてるので、うん、でも、中東は、ネガブル線も違いますもんね、結構で。ちょっと紹介させてください。スカイアリーでは、このようにして、ちょっとテキストを作っておりまして、これは、エミレーツ航空の対策です。過去の試験の内容というのを網羅しております。最後の方にワークブックをつけているということで、こういうコロナっていう状況だからね、専門学校も勉強に行くっていうチョイスってちょっと少ないかなと思うんだけど、仕事として使ってもらってもいいのかなって思ってます。女生徒さんですけども、かなり入社されてるので、過去の試験どういったもの、こういったものを全部網羅しています。中東3社踏まえたものを作ってて、それに対してワークブックといって、まあ、こういったテキストを参考にしてワークブックで勉強するっていうことが可能にできるようにしています。まだスクールに行くかどうか迷ってるとかっていう方とかもすごいやりやすいですね。できればまあそういう方こそ使っていただいて、内定者のがどういうふうに答えたかっていうところの内容も入れ込んでいるので、ご参考にしていただきたいなと思います。そう、ほんで外資系と国内系で、うん、メイクとかも、そうね、なんか仕方が違いますよね、うん、違いますね。エミレーツとか中東って少し濃いめっていうところで、ね、はっきりしてるところがあるので、でね、メイクのセットが取り始めておりまして、メイクの道具プラス動画ですね、つけた上でご提供していこうかなと思っています。パーチ、これもね、作ってもらってるんですけど、こっちか、はい、はい、飛行機が、スカイプのやってる間でも、私こんなのあったのよみたいな感じで仲良く、はい、瞑想の話とか、瞑想ね、私の友人がですね、レバノンの方なんですけども、ナイトフライトですから、うん、眠ってるわけですよ、正直言って。まあ、最初はね、お二人でこう起こし合いしてたんだけれども、寝ちゃったんですよ彼。しかもジャンプシートと言われるところに。そのフライトの、まあ、チーフの方っていうのは、その当時の会社の中で3番目に入るくらい、まあ、怖いチーフだったんですね。遠くでこう寝てるのも慌ただしく、さっさっさってくると。で、私はその反対側でちょっといたんですけども、もうそれはもう、まあ、なんとかして起こさなきゃと思って、もう、頑張って、その彼を起こしに行きまして、でも、それに間に合わなかったんです。母さんが、ちょっとってこういうふうにやった時に、その彼が、これなんですね、待てってやつですね。で、その後に、今僕はお祈りをしてるから、で、しばらくしてから目を開けて、堂々と、何の用ですかって言ったんですね。で、それ見た時は本当にびっくりしましたよ。で、どう考えて寝てたんです、うん、まさかこれやると思わなかったんで。それには後日談がありまして、クルーを辞めた後に何したと思います？彼はね、アメリカに行ってね、アクターになりました。アクターになりました。そう、このようなね、話からもういろいろとありすぎちゃって、別で伺えたらなと思うんですけど、はい、ぜひともまたお呼びいただいたら嬉しいございます。そんな感じで今日は松田先生にお越しいただきましたので、またもしこのテキストとかも興味があるなっていう方がいらっしゃったら、ぜひこちらにご連絡いただければ嬉しいです。